車事業所におきまして、ランドローバーから LRX コンセプトというコンセプトカーが発表されました。これがもともとのこのレンジローバーイヴォークの、まあ、起源に当たるわけです。この LRX コンセプトはですね、伝統的なレンジローバーのデザインをより現代的に解釈してダイナミックでエモーショナルなスタイリングを完成、そして、レンジローバーの伝統的なコアバリューをそのままに大胆に進化しました、そして、皆様から大変大きな賞賛を得たコンセプトカーでございました、レンジローバーイヴォークはこの LRX コンセプトを直接のインスピレーションを受けまして、スポーティーでスタイリッシュなコンパクトプレミアム SUVという新しいセグメントへのランドローバーからのチャレンジということになります。レンジローバーイヴォークは40年以上にも及ぶレンジローバー史上最も軽量でコンパクトな車両としての参入になります。2010年に、それぞれのオートショーで、5ドアモデルおよびクーペモデルをデビューさせまして、発売、市販車としての生産を発表しております。このレンジローバーイヴォークのエクステリアデザインについてもう少し申し上げたいんですけども、このレンジローバーイヴォークのエクステリアデザインの優先順位といいますか、それは LRX コンセプトのデザインをできるだけ忠実に守って、斬新でインパクトのあるスタイリングを市販車として実現することになりました。この課題を達成すべく新しいテクノロジーおよび考え抜かれたエンジニアリングソリューション、そういったものが投入されまして、結果としてこの LRX コンセプトとは、ミリ単位での差で、見事にそのスタイリングを再現することに成功いたしました。実際にこのレンジローバーイヴォークのスタイリングを開発する上で与えられた大きな課題は3つありました。まず1つは今も申し上げました LRX コンセプトのスタイリングを忠実に再現する、そして、より十分な室内空間、そして、ランドローバーのモデル全てに言われますけれども、多様性、多用途性、これをきちっと維持する、そして、ランドローバーで非常に重要な価値であります圧倒的なオフロード性、この3つを全て両立するということが、大きな課題でした。既存のプラットフォームで、ボンネットラインとヘッドルームを維持しようとしますと LRX コンセプトのループラインを保つことがまず不可能になりました。次に考えたのが、既存のプラットフォームを使いながら LRX コンセプトのループラインを維持しよう、そうするとやはり、ヘッドルームが犠牲になってしまう、またループラインを再現しつつ、ヘッドクリアランスを維持しようとすると今度は、乗員に窮屈な姿勢を強いることになります。さらに室内空間とループラインを実現するためにフロアの位置を今度下げていく、そうすると逆にですね、オフロード性能が損なわれ、グランドクリアランスが犠牲となってオフロード性能に影響という、いろいろもどかしい点があります。そして最終的に考えたソリューションというのはですね、フロア板とオフロードグランドクリアランスの間に収まるシステム類とコンポーネント、これを最適でかつ効率的にパッケージにし直すということで解決いたしました。この今回レンジローバーイヴォークで使われておりますプラットフォームはフリーランダー2で使用されているもの、これをベースにですね、大幅に改良を加えまして90% 以上新しいパーツを使用して新しいボディストラクチャーを開発いたしました。そして、この結果としまして、フロアはフリーランダー2よりも27ミリ低い位置にしています。それでいながらより大きなグランドクリアランスを確保することに成功いたしました。デザインについて少しお話申し上げたいんですけども、レンジローバーイヴォークのエクステリアデザインはレンジローバーの伝統的なデザインという新しい解釈、そして大胆にデザインを取り入れています。例えば、A、B、C、D、それぞれのピラーですね、これを全てブラックアウトする、我々これをフローティングルーフというふうに呼んでおりましたけども、このデザインはよりくさび型のデザイン、くさび型のウィンドウデザインによりシャープな印象を与えています。また車両の四隅にホイールが来ておりますけども、これは安定感のあるスタンスをレンジローバーのモデルとして保っております。また貝殻の形状のボンネット、クラムシェルボンネットというものです。これも伝統的なデザインなんですが、それも最後になります。全体的には低くスタイリッシュなクーペスタイルのループライン、そしてドラマチックにせり上がるベルトライン、そして筋肉質なショルダーライン、こういったところがこれまでのレンジローバーとはにはないような新しい革新的で躍動感に満ちたデザインのプロファイル
といったものが採用されております。フロントエンドのデザイン、これはレンジローバーのアイデンティティをかなり忠実に守っております。同心鋭をモチーフとした独特のヘッドランプ、これもより個性的で、よりスリムな現代的にデザインし直されております。また、まあ、こういったところが特徴的で誰の目にも分かりやすくレンジローバーのプレミアムな印象を与えるというふうに考えております。続きましてインテリアにお話を移します。インテリアデザイン、力強くクリーンなアーキテクチャを骨格としております。レンジローバーが伝統的に用いてきましたプレミアム品質の素材をふんだんに使用して、よりモダンでスポーティーなスタイルに仕上がっています。インストルメントパネルは、これまでのレンジローバーのように、水平の要素、安定感が水平要素と非常に力強い垂直のライン、このデザイン手法を踏襲しております。さらに LRX コンセプトでありましたセンターコンソールの非常にドラマチックな傾斜ですとか、インストルメントパネルの優雅なライン、こういったものもこのイボークで再現されています。そしてレンジローバーイボークの着座位置はですね、これまでのレンジローバーの各モデルより若干低い位置にポジションされております。我々これをスポーツコマンドポジションというふうに呼んでおります。ランドローバーの伝統的なコマンドドライビングポジションですね、これは車両コントロール性が非常に優れたドライビングポジションなんですけども、このコマンドドライビングポジションを踏まえつつ、よりコックピットのような感覚を得て、スポーティーなドライビングをできるこのスポーツコマンドドライビングポジションというものが採用されております。またこの品質ですね、クオリティ、素材のクオリティという意味でもレンジローバーレベルをきちんと守っております。またクラフトマンシップも車両のあらゆるデザインに反映されております。例えば、5ドアモデルではプレステージという車両があるんですけども、モデルがありますけども、これはシートおよびダッシュボードトップ、こういったところに高級素材のオックスフォードレザーと呼ばれる非常にきめの細かい肌触りのいいレザーを使用しております。また熟練した職人による手作業による完璧なダブルステッチ、こういったものも施されています。またダッシュボードパネルですとかセンターコンソールのフィニッシャーにも本物のアルミニウムですとか、リアルウッド、こういったものがこういうプレミアム素材が用いられております。レンジローバーイボークはですね、スタイリッシュな低いルーフラインのクーペスタイルでありながら十分なヘッドルームも確保しております。5ドアモデルではレンジローバースポーツよりも 35mm 広いヘッドルームを確保しております。また多用途性にも十分考慮されておりまして、リアシートを使用した状態でも5ドアモデルで570リットル、クーペモードで550リットル、非常に大容量のラゲッジルームも確保しております。